では始めます。まず顔 7.5cm 白を上にしてこちら半分に折ります。はい、戻してこちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折っていきます。はい、向きを変えましてこちらの角を上に折るんですけど、この縁より1センチほど下に折り筋がつくように上げます。今度は上の角をこの縁より1センチちょっとぐらい下で折り下げます。はい、戻します。上の角をこの折り筋に合わせて折ります。折ったら今度はここ上をのり付けしまして、もう一度折り戻します。こちらの角どちらでもいいんですけど、そのままでもいいですし、ここを少し折って丸みをつけても OK です。とこういう感じで形にします。この角もできたらこのように斜めに折っといてください。はい、次も 7.5cm、 今度は黒白を上にして半分に折ります。はい、戻します。下のこの縁を真ん中に合わせて折ります。上のこの縁はこの真ん中より少し下、まあ数ミリか5ミリで OK です。で合わせて折ります。でこの状態にしておきます。次 7.5cm の半分サイズです。白を上にして半分に折ります。はい、戻します。はい、この下の縁を真ん中に合わせて折ります。で上の縁はこの真ん中より少し5ミリから7ミリ程度、これぐらいで折ってから端をちょっとのり付けして貼り合わせます。でちょっとね、ここちゃんと筒状になるようにしといてください。それではちょっと組み立てていきます。こちらね、髪の毛、まあ、こう頭ね、頭のこの上の部分をちょっと軽くのり付けして、なるべく真ん中に合わせるようにこのように貼ります。はい、でここ2センチから2センチちょっと開けるようにしてください。はい、でそうしましたら今度はここ斜めに裏側へ、裏向けたらこんな感じです。こういう風に斜めに折ります。はい、そしたらこちらものり付け、開いてのり付けして貼り合わせてください。はい、こういう風になります。はい、そしたら今度はここ、こういう感じで少しのり付けして貼り合わせます。ここをねのり付けして裏側、こういう感じで貼り合わせます。で次こちらですね、
こちらはちょっと待ってくださいね。はい、こちらこのようにのり付けして、ちょっとこんな感じで貼り合わせます。はい、でこちらね、金太郎の金っていうのをね、よいしょっと、見えますかね、金丸をホワイトマーカーなどで書いてください。はい、次はこちらも100円ショップに売ってる15ミリの黒の丸シールがあるんですけど、こちらを使って少しここをパチッと端を切ってください。で、切ったらこの4つの角も切って丸みをつけると可愛くなります。で、このままでも全然いいんですけど、ちょっとアクセントを最近つけたいなと思って、ここをねパチッと V 字に切るとこんな感じのお目目にもなります。これでちょっと可愛くなるかなと思います。で、ここペタッと貼ります。はい、もう一枚同じように切ります。こうですね。はい。で、ここへ貼ります。よいしょ。そしたら今度5ミリのこの極小の丸シール、この後ろ。ごめんなさいね、白があるんですけど、これをねこの辺りに、上でもいいですし下でもいいですしね、このように貼ってください。で、まあ、こちらボールペンなどでこのように眉毛を描くと、口もねこんな風に描くとちょっと勇ましい金太郎になります。で、さらにねここ筒状にしたのでね、よいしょ、ちょっと開きにくくて申し訳ない、筒状にしちゃったので、よいしょ、はい、このように指でこのように挟むと指人形にもなるので、ぜひ遊んでみてください。はい、でね、このままねこういう風に、あ、ちょっと金太郎のこの部分があれですけどね、こういうふうに折って、よいしょ、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、で、こういうふうにすると、こういうふうに置き飾りにもなるのでね、よかったらね、こういうふうに飾ってみてもどうでしょうか。はい、では、また次回お会いしましょう。バイバイ。